バンス島の地図バンス島は、西アフリカシエラリオネのフリータウン近く、ロケ川の河口にある島である。1663年に、イギリスが貿易の中継地点として、バンス島に要塞を築き利用していた。1670年には、イギリスの西アフリカ札層海岸における最大の貿易地点として設立した。1702年にはイギリスが島に築いた要塞が、 フランス軍により攻撃破壊された。その後、要塞は再建されたものの、オランダやポルトガルが占領し、再びイギリスの占領下になった。1719年に、フランス軍の攻撃にあっていた、イギリスの王立アフリカ会社がシエラレオネにある、ヨーク島からバンス島に拠点を移転。しかし、1728年に、ポルトガルがバンス島の要塞を破壊、それに従い、 王立アフリカ会社はシエラレオーネから撤退した。その後、1750年に王立アフリカ会社が島に残した要塞は、グランドサージェント・オズワールド会社の手に渡り、同年から1800年のバンストは、奴隷貿易の主要席出港として使われ、奴隷たちはアメリカ合衆国やカリブ海のショーアンティル諸島の島々に送られていった。 アメリカのサウスカロライナ州に住むガラ族の子孫の黒人はこの島から送られてきたと言われている。アメリカの元国務長官コリン・パウエルがバンストを訪問したとき、自分はアメリカ人だが今はただのアメリカ人ではない。この大地で自分のルーツを感じる。自分はアフリカ人でもあるということに誇りすら感じる。と述べた。 現在ワンストにある要塞などの遺跡を保護しようと国が尽力している。ありがとうございます。